はい、皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。カイトです。今回紹介するのはこちら iPhone6 と iPhone6 Plus のモグです。で、なぜ今発売したけどそのモグを紹介するのが、まあ実はモグがちょっと何ていうか遅れて発売以降に届いたんで、まあ一応今もあの iPhone5 だけと、あとはあの Xperia の Z2 を使ってるんで、まあ iPhone6 はまだあの機種変更していないから、まあ一応まあセーフみたいな感じなんで、こちらも一応紹介したいと思います。で、あと実際にこちらもう一個、まあ同じの iPhone6 のモグ、まあ結構色はちょっとね同じ色なんですけど、結構色はなんていうか本物もみんな結構触っていたと思いますんで、色は多分違うだと思います。で、今回は何を、まあ、言うと、この iPhone6 と iPhone6 Plus のいろいろ今見たそういう内容を見てどっちが選ぶかということを、まあ一応簡単に紹介したいと思います。まず iPhone6 だと、まあ、こちらとこちらなんですよね。 iPhone6 を見るとそういう何て言うか 4.7 だから、今 iPhone5 も4なんでこういう感じなんで、で薄いは薄いけど色は、まあ、こっち色ちょっと違うのであんまり参考できないが、こっちの、まあ、ボタンは一番、まあ、いいと思います。 iPhone5 の時ちょっとボタンがちょっと悪いんで、今のボタンの場所が結構いいと思います。で、実際に大きくなったあの 5.5 の iPhone6 Plus なんですけど、一応大きさには大丈夫ですと、最近のなんていうかそういうニュースではこういう両手で力を入れて簡単に、まあ、曲がるというそういうなんていうネットでもいろいろ動画があるけど、これはまあちょっとなんていうか心配かなと思います。あとはなんていうか発売した直後にそういう落ちて、そういう画面とかすごく割れた人も結構多いので、これも一応今回そういうなかなかのデータから見ると、まあ、iPhone6 の方が一番いいかなと私が思います。で、iPhone6 と iPhone6 Plus 実際に何ていうの持つと、まあそういう感覚では今 Xperia Z2 使ってるんで、あんまり大きさは多分感じていないと思います。 5.5 の場合、まあ こちら 5.2 なんで、こちら 5.5 だから一応長さはちょっとすごく長いと、横幅も結構少し出てるけど、まあ薄いから、まあ、持ちやすいと思います。で、実際に何ていうか使ってみるとこういう感じになった時、こっちは一応ここまで大丈夫けど、こっちは多分ケースとかバンカーリングとかつけないと、まあ無理だと思います。結局みんなと何ていうか同じ壊れやすいという結果になると思います。で、今回はちなみにこちらのなんていうかアイタッチではない、まあそういう2回押して、まあ、スクリーンが下に行くという設定も、まあ、結構いいと思いますので、こちらは多分 iPhone5S がなんていう iOS8 にアップデートしてもこれを使えないと、まあ最近なんていうか店で iOS8 のiPhone5S を使ってもこういうことが、まあ、こういう機能ができないという
感じで iPhone6 の方が多分いいと思います。で、移動だと、まあ今はこういうスペースグレーなんですけど、でもスペースでも、まあ、なんていうかスペースグレーの色ではない。まあ実際店の色見ると、まあ、スペースグレーが一番いいと思うんで、多分機種変更にすると、まあスペースグレーの iPhone6 になるかもしれない。で、多分以上。iPhone6 と iPhone6 Plus の、まあ、いろいろ情報を見て、最後、どっちを買うかという紹介でした。まあ、動きは遅くて届いたけど、まあ、なかなか、なんていうか、購入する前に、まあ、ちょっと使って、どっちの方が一番いいとか、ちょっと決めたいと思います。では、また次回の他の動画を、他の、まあ、モグキの動画を多分アップしますので、まあ、ぜひ見てください。それでは。